百聞は一見にしかずね。請求列車の客人、私は泉州妖精の将軍飛翔よ。私から紹介しよう。水色の服を着ているのが、前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。ラフの報告書の他に、妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は慶元将軍から聞いてるわよね。その通り、まっすぐなものいいね。気に入ったわ。慶元将軍は報告書の中で、人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎の動向に注意するよう他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか北条の残党と手を組むなんてね。幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件は、ただ全てを焼き尽くす人滅軍団のやり方とは大きく異なるものだった。新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない。機嫌を損ねてしまうような質問もあるかもしれないけど、どうか悪く思わないでね。構わない。ただ俺たちに答えられることはこちらが知っていることに限られる。そして将軍が聞きたいことはすでに答えが出ているかもしれない。口が達者なのね。気に入ったわ。この天劇将軍って人、口がうまい。目的はわからないけど、慶元は正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず知ってる事実だけを言えばいいかな。じゃあ早速始めるわね。請求列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、性格の危機を解こうとした。でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。あなたたち七死人はどうして彼らの言葉を信じたの？もしかして彼らの中に親しい人でもいるとか？他にもこの宇宙には正確に侵食された世界がたくさんある。前に列車が止まったヤリーロ6もそうだった。正確はレールを塞ぎ跳躍のリスクを高めることがある。だから正確が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分なんだ。正確の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、それに対応するのも当然のこと。破れた銀河を開拓が修復する。なるほど、確かに理にかなってるわね。報告書では薬王秘伝の回収、炭数についても触れられてる。
彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い剣木を再生させた。一階の短視聴に過ぎない短数がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む古海は寿命族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？そんなの決まってる。ラフの粒子もグルで剣木を守る責任を放棄して薬王秘伝に協力したんだよ。その可能性もないとは言い切れないけど、それなら軽減将軍が追放されてた炭鉱をラフに連れ戻した可能性だってあるわよね。他にも炭鉱が古海を分けたことで剣木の暴走と再生が始まったとか。無断で泉州に入るつもりはなかった。だが、そのつもりがなかったならどうして追放令が赦免される前に泉州に戻ってきたの？仲間の安否が心配で行動せざるを得ない状況だったんだ。責任なら俺が負う。そんなに緊張しないで。本当に罪に問われることになったとしても、それはあなたが一人で背負うべきものじゃないわ。報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白市のある摂都市の姿であなたたちに同行して、最後には忽然と姿を消した。存在自体が自由すぎて濡れ衣を着せる相手としては最適ね。私たちは普賢と一緒に行動してたから、彼女も元老が真の姿を現す瞬間を目撃してる。まさか仲間を信じてないの？ラフの重臣である普賢の証言はもちろん信用に値する。でもたとえその目で見たものだろうと、欺かれている可能性は消えないの。黒幕は存在自体が自由で忽然と姿を消したなんて疑われても仕方ないわ。よろしい。二人の答えを聞く限り全ての問題に説明がつくわね。私からの質問はこれで終わりよ。それで飛翔将軍はどう考える？報告書の疑問点は解消されたのか？二人の七死人は正直に答えてくれた。まだ説明のつかない部分もあるけど、私の直感ではこれで十分。でもさっき尋ねた三つの質問は七死人だけじゃなく軽減将軍に対してのものでもあるの。一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。それすなわち職務怠慢。二つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして危機解決の重責を他人に委ねた挙句、儒家の後に接触することを許した。それすなわち責務放棄。三つ、剣木の災いの後独断で演武典礼の開催を決め、ラフを再び宇宙の注目の的にした。それすなわち戦略不全。天劇将軍、それはお前さんの考えか、それとも獣王の意思か？
最初に言ったでしょ、私が尋ねることは必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。それに気づかなかったのは確かに私の落ち度だ。性格ハンターの予言は私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として敵に対応している間にラフは剣木の災いを乗り越えた。そう考えればエリオの予言も出任せとは言えないだろう。炎武天霊については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に転機でもある。ラフは長らく停滞していたからな。そろそろ治水をかき混ぜ、よどみを取り除かなければ。さすがは新作将軍、文化人ね。ほんの少しの言葉で先週熟語大全を読んだ気分になっちゃった。気に入ったわ。でも残念だけど、報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び交ってるの。ラフ内部からも剣木が再生したのは将軍の職務怠慢が原因だっていう指摘が上がってるしね。では秘書将軍はどう考えているんだ。同じ天将としてこの座につくことがいかに難しいかは理解してるわ。私にとって遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こったこと、それによってもたらされる危機とその背後に隠された意味は新作将軍にしかわからない。妖精が最近直面した問題のように。それはつまり妖精も請求軍の石膏からホリジンがまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い併合してより大きな両軍を形成していってる。マングスって呼ばれるものが連中を導いてるみたい。もの？送られてきた情報によるとそれはホリジンじゃない。長生の主の使者を自称する女で、12の顔、12対の牙を持ち、猛毒のように残酷で流砂のように変幻自在。ホリジンは彼女が自分たちに再起のチャンスを与えてくれると信じてる。元老か。ええ、来たのが私でよかったわね。もし人名将軍や獣頭将軍だったらここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。私は直感を信じてるから、あなたたちのような正々堂々とした義況を疑うことはない。でもラフが難しい局面に立たされてることも確かだから、同盟に申し開きができるよう一番大事な点を押さえておきたいと思ってるの。秘書将軍、どうするつもりだ。軽減将軍なら分かってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら私が代わりに務めてあげる。剣木の剣に対する指摘や疑いの声を抑えるには獣王氏の裁定が必要になるわ。それを得るために七死人の二人には一緒に優秀国へ行ってもらいたいの。拘束するんじゃなくて合教台を使って詳しい証言を残すよう獣王氏の文字部の判官に申請するのよ。これは報告書を保管するためでもあり、同盟内の抗議の声を封じるためでもある。俺は構わないが。私があなたたちを優秀国に閉じ込めるとでも思ってる？心配しないで、その気があったらとっくにやってるから。証言さえ得られたらいつも通りの礼遇を約束するわ。分かった、天劇将軍の要求に従おう。あともう一つ大事な用があるの。獣王氏の印が押された証言は同盟上層部の反対の声を抑えるためのもの。そして軽減将軍には妖精の姑息の声を聞いてもらいたい。天劇将軍は風霊のために来たのか。
ええ、私はラフの優秀国に収容されてるホリ人の祖父フーレイを妖精に移管したい。近頃のホリ人の動向は奴らが大きな計画を企てていることを証明してる。それが何であろうと一刻も早く対処しないと。フーレイは古族の旧敵だからな。古族が管理収容することは道理にかなっている。飛翔将軍がラフの処置を信用してくれるのならこちらも当然それに報いるべきだ。炎王はどう考える？激しい論争になるかと思ったが、わしの考えすぎだったようだ。二人が互いの問題を解決すると決めたのなら、そうするのが一番だろう。風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の昇級とモゼに牢屋の状況を確認させて、それから応送の準備をしたい。他に問題がなければ、早速始めましょう。あなたは性格ハンターの予言を信じてるの？先週の休館の陣だって未来を占えるじゃん。あんたはそれが予測した未来を信じてるの？なるほどね。言葉は真実を包み隠せるけど、あなたが話す時の目、呼吸のリズム、そして匂いが代わりに本当のことを教えてくれるの。他人の発言より私は自分の直感を信じてるのよ。すまないな。優秀国での証言の記録にはそれほど時間はかからないと思うが、これから使者を呼んで二人を獣王子文字部の半眼のところまで案内させよう。そこで証言を残せば帰れるから何も心配することはない。わかった、将軍の言う通りにしよう。優秀国、何年ぶりだろうな。またここに戻ってくることになるとは思わなかった。タンコ、俺は大丈夫だ。準備ができたのなら獄門を開きますね。厳密に言えば優秀国は複数の同点の中にあるんです。古海はそれらが重なっている場所の一つでしかありません。ではどうぞお入りください。何を見ている？ラフの優秀国、妖精のものとは随分違いますね。水の下に隠されているなんて。空の上だろうと水の下だろうと脱出するのは簡単だ。おや、また脱獄壁が抑えられなくなったんですか？詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。ここで半眼たちに何か企んでいると思われたら数百年の懲役を食らうことになりますよ。仮に捕まったとしても数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。風霊を妖精に応送することは妖精の子族だけでなく将軍にとっても非常に重要なこと。用心していきましょう。はじめまして、私は節意と言います。獣王子
サジブの命を受け、ここでお二人を待っていました。昇級モゼ、天劇将軍秘書より堀の重罪に風雷を妖精へ応送するよう命を受けてまいりました。今回は風雷の収容状況を見て応送の下準備をすることが目的です。判官さんもすでに知らせを受けているでしょう。はい、面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。罪人風雷、豊穣の忌み物、堀人の戦手、スフ、古族の大敵、そのものは2123回に及ぶ侵略戦争およびそれに付随する連帯犯罪の責を負わなければならない。その凶暴かつ残忍な行いを鑑み、幽州国の底へ投獄した後、天地が滅ぶまで無限賢者の刑に処するものとする。判官さん、判決文を読み上げる必要はありませんよ。風霊は我ら古族の旧敵、妖精の人は彼の悪名を叱り文句に子供をしつけるので、その行いも全て知っていますから、早く次の手順に進みましょう。重罪人に面会する以上、全ての規則があなたたちの安否に関わります。幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼を正しく認識していることにはなりません。幽州国の底に閉じ込められているのがどのような忌み物なのか知っているのは獣王氏の判官だけです。ラフの先代剣手慶竜が風霊を捕らえてから早数百、幽州国は風霊に食事を与えたことはありませんが、それでも奴は生きています。これは記録にある堀人の生理機能と一致しません。刑事部が作った無限剣樹は罪を重ねた忌み物に苦痛を与えるための刑具です。ほとんどの堀人は剣樹刑に3日も耐えられずに死んでしまいますが、あの妖物は違う。剣に刺されてもすぐに回復して、今でも刑を受けながら生きながらえているのです。この凶悪な獣の異常性こそが規則を必要とする理由です。ここまで言えば理解できるでしょう。僕が僭越でした。続けてください。風霊との面会における禁止事項をまとめたものをあなたたちに渡しておきます。しっかり目を通してください。それと、次の階層に行く前に必ずこの丹薬を服用するようお願いします。得体の知れない薬を飲むつもりはない。では最下層に行かせることはできません。飲みましょう。風霊は堀人ですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前、我が一族は堀人に奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は古族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。判官さんは僕たちの心の健康を気にかけてくれているのですよ。はあ、分かった。やっぱり君は話のわかる人ですね。薬は飲みましたので行きましょうか。判官さん、どうしました？いえ、何でもありません。多分僕の勘違いです。行きましょう。
着きました。半眼はまだ来ていないようなので少々お待ちください。お待たせ、列車からの客人。私は文字部の半眼、カンア。また会ったね。この間の水炎での妖魔退治について改めてお礼を言わせて、力を貸してくれてありがとう。どうやら俺と美月の知らないうちに先週で新しい友人ができたようだな。あなたとは確かに縁があるけど、獣王の御前で私情を挟むことは許されない。六次長で証言を残すときも、その後もろもろの手続きをするときも、勝手な行動は控えて、必ず私の指示に従うように。ここは妖の世界に住む人が長居する場所じゃない。二人とも私についてきて。ああ、では案内を頼む。私が機関を起動させるから足元に気をつけて進んで。ここからは足場に注意して。優秀国の内部は地形が険しくて、少しでも油断すると深いところに落ちちゃうの。運が悪いと救助が到着する前に氷漬けになったり黒焦げになったりするからね。まあ二人の腕前ならそんな心配はいらないと思うけど。また面白いこと言って、優秀国の地形はいくつもの層が重なり合っていて、とても複雑なの。その上、寿命族の匠に頼んで同点の術を極限まで施してるから、あなたたちが今目にしてるのは優秀国のほんの一部に過ぎないんだ。おそらくな。外見だけを見ても優秀国の建物には寿命の様式が多く使われている。遠い昔、寿命族がここの建造に携わったのだろう。だから一体ここは何層あるのかって聞かれても、半眼である私も知らないの。でも半眼の間で流れてる噂なら知ってる。ある短命種の罪人が脱獄しようとしたんだけど、足を滑らせて下に落っこちちゃったんだって。そして半眼たちがその罪人を見つけた時、彼はすでに老人になっていたらしいの。一生が過ぎるほどの時間ずっと落下していたのか、それとも長命種の罪人に生気を吸われて老けてしまったのか、今となってはわからない。とにかくあなたたちは軽々しく深さを確かめようとしないでね。じゃあこっちに来て。もうすぐ妖の世界で演武天霊が開かれるんだって。子供の頃お姉ちゃんと一緒に演武天霊の剣闘試合を見たことがあるんだけど、ラフの森人の運気軍の剣士は凛々しくて、その剣光は稲妻みたいだった。異邦から来た挑戦者は炎のような髪で、片腕は鋼鉄でできてて、拳を振るうたびに轟音が響いてたっけ。その試合はなかなか勝負がつかなくて、二人は長い間戦ってたんだ。それからあっという間に時間が過ぎて、今では私もお姉ちゃんも冥界に身を寄せてる。
もう試合に興奮することもないだろうな。今回の演武典礼を見るために聖査会に来てる人たちは多い。そっか、いいな。でも私は仕事が忙しくて試合を見に行けない。今の私の格好じゃ行っても周りの人を驚かせちゃうしね。行こう。ここは極地動点、北郷法の霊気を取り込んでるの。生命力が強い長命種でもこの寒さには耐えられない。二人とも今何か聞こえなかった？一度確認してみよう。コンテナがこんなに邪魔だね。このコンテナ、見覚えがあるな。何日か前、カンパニーの輸送船がホリジンに襲撃されたとかで、メーサが召集されたの。それから大量の忌み物がここに収監されたんだ。演武典礼が開催されるから、よからぬことを企む連中が出てくるのはしょうがないと思う。でも、貨物と強盗が一緒に投獄されるのは初めて見た。それなら私も聞いてる。博識学会の人が何か危険なものを作り出したって。因果伝の書類には彼らに関する記録がたくさん残されてるの。気候技術の限界を突破するためによく近畿の研究に手を出してるみたい。コンテナの中のロボット、外見がホリジンに似てるんだけど、彼らはこれを使って何をしようとしてたんだろう。とにかく私たちは先を急ごう。おかしい。収容物の二次検査はしてないはずなのに。涙雨降りて溢れる。みなそこで深淵を迎えよ。またか。メーサは規定通りに動力を切ってコンテナに封印を施したはずなのに、どうして動けたんだろう。構造士の時と同じだな。貨物が暴走して手当たり次第に人を攻撃する。探偵士の人間がロボットを調べたところ、中に尋常ならざる構造が隠されていることが分かったんだ。こんな危険なものが優秀国に現れた理由は一つしか考えられない。囚人の脱獄を幇助するため。この貨物を送ってきた人物は先週の厳しい審査プロセスによってその危険性が天白市と運気軍に知れ渡ることを望んだのだろう。そうすれば確実に優秀国に送り込まれるからな。
気づかないうちにこれが行動を始めていたら、どんな危険な状況になってたか。それだけじゃない、あなたたち以外に妖精の使者たちも優秀国の深部に入ってるの。彼らの面会相手が狼型ロボットを送り込んだ者たちの目標かもしれない。最深部に投獄されてる悪獣を逃がしたりなんかしたら、ラフが危ない。着きました。ハンガンさん、もう着いたのですか。檻が見当たりませんが。重圧の限りを尽くした滞在人は皆幽谷の底にある独立した洞天に収容されています。勅令がない限り開けることはできません。成長が道を開き、名刀が道を照らす。ここの石灯籠を灯せば幽谷の底に通じる道が現れます。点灯するために必要な図を渡しました。確認してください。頭を使えば手間も省けるという。二人とも道は開きました。幽谷の底にたどり着いたら、軽率な行動は控えるようお願いします。この門の向こうにある洞天に古族の旧敵風霊が収容されています。慣例では妖精の施設が100年に一度ラフを訪れ、風霊の状況と生死を確認することになっています。獣王氏の判決により、風霊は無限剣樹の刑に処され、日々苦痛を与えられていますが、私はよく知っています。妖精の施設たちが真に望んでいるのは風霊の死だということ。残念ながらこの700年間、彼らはいつも失望して帰っていきました。あれは殺せない悪獣なのです。もし世界最悪の毒が薬の元となり、婿の命を一つでも救うことができたなら、奴が犯した罪も少しは償えるでしょう。将軍の治療薬となり得るのはお前か、フレイ。妖精の施設は今回も失望して帰るだろう。しかし私たちは違う。何者？私はモード、再建領軍のしがない作門官だ。ブベン、低層に侵入者あり、急ぎ増援を。ここは幽谷の底、貴様らの叫びは誰にも届かない。牢屋を開けてくれたこと、
礼を言うぞ、ハン。後のことは私たちに任せれば。ずっと獣の匂いがしていたのは気のせいではなかったのですね。モゼ、やってください。二人とも、忌み者どもを近づけさせないでください。忌み者が多すぎる。優秀国に入れば使える兵はそこら中にある。さようなら。パン、火力が足りない。立ちなさい。早めに降伏した方がいい。まあ、生かしておくつもりはない。少なくとも無駄な苦痛は省く。ぜひ召し上がってください。皆そこで深淵を迎えよ。面白い。落ち着いて。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。立ちなさい。さようなら。パン、協調よ。走行破損。もう守って倒してはいけません階に上がりました。前回の借りから請求は何回回った。ドゥーランの子よ、貴様の名を教えろ。偉大なる風霊火眼、古族の大敵、主上の狩人よ。我が名はモード。再建領軍のしがない作文官にして、あなた様の血筋から生まれた取るに足らない子孫の一人かもしれません。あなた様が最後に一族を率い政界の狩り場をかけた日から少なくとも700年が経過しました。しかし昔と変わらぬ聡明なご様子がうかがえて、私はこの上ない喜びを感じております。700年が過ぎたのか。ドゥーランの子はなぜ貴様のような姿になったのだ。答えろモード、なぜ貴様は我らの下賤な奴隷であり仇である古族の姿をしている。私はあなた様を牢屋より解き放つよう命を受けてまいりました。
これは戦車や。そのため私は麻薬を飲み、卑しい家畜の皮をかぶり、奴らに兵装しなければならなかったのです。脱出の計画があるということだな。ではこの果てしなく巨大な船からどうやって離れる。私と仲間たちで監獄の門を封じ、監視を中に閉じ込め窒息させます。そうすれば一息つく時間ができるでしょう。私のように変装した仲間が脱出用の船を用意いたします。計画の通りに行けば私たちに与えられた猶予は4時間。本来なら明日決行するつもりだったのですが、あなた様を泉州妖精に移そうとする動きがありましたので、この機を逃すまいと今日行動を起こすことにしたのです。バカな軽率なことを。たとえ船があろうと、俺たちが脱出できる確率は古族が俺の爪から逃れる可能性よりはるかに低い。あなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのです。私を派遣した長生の主の使者が言っておりました。かの者の帰還だけが長きにわたる堀人の分裂を終わらせることができると。この作戦に参加した仲間たちは皆覚悟を決めております。必ずやあなた様を脱出させてみせましょう。貴様のように狡猾に生き延びようとする弱者でも計画の中で愚かしいほどの勇敢さを見せるとはな。貴様の願いは叶う。すべてのドゥーランの子らの願いは叶うだろう。はは。では参りましょう。離れる前に貴様らが口にした麻薬を俺にもよこす。な、まさか卑しい家畜の皮をかぶるおつもりですか。それはあなた様のご尊命を傷つけることに。アホ。いくら偉大であろうと自由でなければ意味はない。ここを離れた後疑われない風貌が必要だ。御意のままに。あの古族の奴隷は俺に捧げる食料か。いえ、こいつは泉州妖精の施設です。まだ人質としての価値がありますので、今しばらく我慢していただければと。さあこいつを連れて出発するぞ。カンア様、現在各区域の部分が体制の立て直しを図っています。気候の敵があちこちを襲撃して多くの仲間を傷つけました。それだけではありません。あの鉄の狼たちは牢屋を壊して囚人を解き放ちました。私たちも外部に救援を求めようとしたのですが、全ての通信が遮断されているようで。今は軽率な行動は控えて、先に単独で動いている敵を鎮圧して、獣王の勅令によりこれより脱獄者及び協力者の処理を開始する。15分前南国臨場が起動しました。おそらく摂理様と妖精の施設が遊牧の底に入ったのでしょう。彼らと連絡が取れないことから考えても、族の目的はその場所にあるに違いありません。あの悪獣を逃がすわけにはいかない。戦闘可能な監視の人数を確認しました。直ちに各層へ向かい捜索に当たります。行きなさい。襲撃者がここまで大胆な行動を取るとは、きっと長い間計画を練っていたんだろう。うん、そうだと思う。でもホリジンは暴力による殺傷を好むから、今回の周到な計画は奴らの発案だとは思えない。うん、今は緊急事態、細かいことは振り返りの時に考えよう。二人とも私に力を貸して。
カンガ、遊牧の底までの最短ルートを教えてくれ。事態は一刻を争う。このままでは優秀国全体が俺たちの敵になってしまうかもしれない。こうなったら奥の手を使うしかないか。私についてきて。監獄内の囚人は妙なまで。獣王の勅令により、接触次第脱獄者及び協力者を始末せよ。なるべく早く遊牧の底に到達するには特定の道具が必要になる。下の階層に向かおう。過去の伝説、道が途切れてる。誰かが機関を動かしたのか。大丈夫、つなげるのは難しくないから。中国の道は歩きにくいからたまに楽をしたい名差が構造士から借りた機構を使って移動してるの。犯人の逃亡の助けにならないよう、本来なら教官兵がなんかの装置の使用も禁止されてるんだけど、今は禁令を気にしてる場合じゃない。もう丹国臨場が通路を開いてる。間に合うといいんだけど。お姉ちゃん、無事でいて。少し前にここで激しい戦いがあったようだな。獄門と牢獄同点のつながりは切られてるけど、風霊は逃げ出したみたい。妖精の使者は、お姉ちゃんはまだ生きてるよね。この辺りを探してみよう。何か見つかるはずだ。節意はここにいる。節意は戦死した。カンガ、気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。獣王の恩典でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。死後に魂が因果殿の資料庫に戻ることはもう日常茶飯事なの。お姉ちゃんが体を激しく消耗させて簡単に替えが効く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ、死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。一人は綺麗な服を着た子族で、もう一人は暗い色のローブをまとった犯罪者みたいな見た目の人だったはず。いや、堀人を除いて死体の中に子族に似た者はいなかった。つまり襲撃者と風霊は妖精の死者をさらったってことね。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。万が一のことがあったらラフと妖精の関係にも取り返しのつかない亀裂が入るかもしれない。どうにかして施設を助けてここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望があるなら諦めるわけにはいかない。ところでカンガは何か見つけたのか。カン、カン、もう一度。魂は今も頑張ってる。まだ因果殿に戻ってないんだ。このタイミングでお姉ちゃんの死が
私たちを情報の面で優位に立たせてくれた。どれどれ、損傷はそんなにひどくないみたい。これを修復すればお姉ちゃんは仮初めの体を手に入れられる。今は、わわわ、冗談を言っている、る、場合では、ありません。この体は、私のすべてには、わわ、耐えられ、れ、ません。お姉ちゃん、死んだ後に、何を見たか教えて。妖精の死者の一人は脱出した。もう一人は、族に拉致されて上へ逃げられたのか。堀人以外に目に見えない侵入者がいる。目に見えない侵入者、それってどういう意味？はあ、一体どれだけの陰謀が絡み合ってるの？お姉ちゃん、お願い、力を貸して。襲撃者が優秀国の内外の通信を全部遮断したの。今邪魔されずにここから脱出できる人じゃなくて、鳥居はお姉ちゃんしかいない。だからどうか、どうかここの状況を外に伝えて。私、わかりました。カンは気をつけて。あなたは私とは違うのですから。カンガ、もう時間がない。これ以上もたついていたら、堀人が監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら、風霊の脱出を阻止することが最優先かも。待て、変だ。何かが近づいてきている。まさか、見えない侵入者。二人とも気をつけろ。この犬の目、優秀国に収容されてる囚人じゃない。礼儀がなってないわね。礼儀がなってないわね。またか。落ち着いて、みなそこで深淵を迎えよ。涙雨クリティアフレル。ラフの監獄は管理がおろそかだな。あなたは俺を探してるんだろう。助けて、しっぽ。あっきは俺様だけで十分だ。最悪の力。戦いに集中しろ。立ちなさい。みなそこで深淵を迎えよ。さようなら。パン、引導を渡そう。涙雨
クリティあふれる。真摯であり。落ち着いて、すべてが消える。悪鬼は俺様だけで十分だ。全の秘伝戦略的撤退をした妖精の使者だ。現在少なくとも2つの異なる勢力の者が侵入している。狼とこいつら魔王の実だ。この姿を消す技、妖精の天風君傘下の寿命族が習得している風幕と似ている。心当たりはあるか？ないならいい。今は殺し屋の技巧について議論している場合じゃないしな。俺はモゼ、友人が狼の狩猟の手に落ちた。一刻も早く優秀国を離れて外に状況を伝えようと思ったんだが、はあ、ラフの監獄はかなり複雑に設計されているようだ。モゼ、私たちも可能な限りあなたの友人の安全のために力を尽くします。お前たちには無理だ。それに今はあいつの安否を心配している場合じゃない。友人が風霊の手に落ちたというのに見捨てるのか？俺は妖精将軍の衛兵であってあいつに属してるわけじゃない。あの巨狼の力を目の当たりにした。俺の判断を信じろ。助けに行っても無駄死にするだけだ。お前の考えは知らないが、俺は命を無意味な選択に費やそうとは思わない。いいか、俺はずっと風霊たちを尾行していたから、奴らが次に何をしようとしているのかも知っている。奴らは優秀国の出入り口を封鎖して外部に内部の情報が伝わるのを遅らせようとしているんだ。最悪の結果は俺たちが全員あの巨狼に倒され、優秀国も封鎖されること。誰も中の状況を知ることができなければな。しばらくは奴らが逃走したことにも気づかないだろう。そして最高の結果は、ほん、頭の回るやつもいたんだな。最高の結果は門を閉ざして敵と一緒に優秀国の中にとどまることだ。あの巨狼を外に出すわけにはいかない。これなら時間が経てば外界も異常を察知して援軍をよこすだろう。その時に俺たちが生きているかどうかは考えるべきことじゃない。お前は人を慰めるのがうまいな。俺たち妖精の人間はその一生を意義ある事業に捧げる。俺は絶対に生きてここから出なければならない。仲間が待っているんだ。私は冥界の者。もう一度死んだことがある。最後の一瞬まで決して諦めるな。あなたたち三人は獣王氏の人間じゃないから、この件のために命を懸ける必要はない。優秀国を守るのは宦官としての私の責務。
風霊の逃走を阻止すべきものは私であって、あなたたちじゃないの。門にたどり着いたら、あなたたちには門の封鎖を手伝ってほしい。あとは私がホリジンと戦うから、みんなは隠れられる場所を探して自分の身を守って。それじゃ行こう。囚人がここを離れる前に門を封鎖しないと。ブベンと防衛機構だけじゃ長くは足止めできない。私についてきて。あと少しで門に着く。みんな、奴らの相手は私が。絶対に風霊の逃亡を阻止して。皆そこで深淵を迎えよ。落ち着いて。涙雨クリティアフレル。自由まであと一歩です。この門さえくぐれば私たちを止められる者はおりません。ならばこの人質はもう必要ないということだな。モードやれ。もうすぐここを離れてしまう。何か手を考えるんだ。そう、昔のように。昇級、お前は何もできないのか。早く策を考えろ。もしかすると妖精の施設は生き延びるために私たちと取引をしたいのかもしれません。自分の身分を利用して私たちを泉州から脱出させるとか。そうだろう、昇級。俺がいない間に貴様らはどこまで落ちたんだ。畜生と駆け引きをするのか。俺の記憶では妖精の人間はドゥーランの子孫と取引などしないはずだが。何としてでもこの畜生をここに留めておかなければ。秘書のためにも妖精のためにも。取引成立です。僕には相応の価値があると思いますが。僕の身分、選手に関する知識、その他にも僕は選手の部下たちでは知り得ないことをたくさん知っていますので。卑しい家畜が。残された命のためにそのかわいそうな舌を懸命に動かすがいい。言ってみろ。選手殿はご存じないでしょう。あなたを倒した女、慶龍がラフに帰ってきたこと。復讐のチャンスは目の前にありますよ。風霊様、こいつのデタラメを信じてはいけません。そのような情報は聞いたこともない。今すぐこいつを殺させてください。黙れモード。貴様、
今から貴様は俺のそばを離れるな。俺が喋れと言った時にだけ喋り、俺が歩けと言った時にだけ歩け。さもなくばその身が一寸ずつになるまで切り刻んでやる。わかったか。フーレイ様。モーデュー、俺たちはしばらくラフにとどまる必要がある。だが恐れることはない。監獄を出た瞬間から恐怖に襲われるのは先囚人だ。俺が奴らに教えよう。真の災いとは何たるかを。さあドゥーランの子らよ、俺の後に続け。カシュラ、奴らを止めろ。フーレイ様のために命を捧げるんだ。伝令、優秀国との連絡が途絶え、機構省からの伝言が届きました。獄中で囚人による暴動が発生。重罪人フーレイが行方不明になったとのことです。妖精の使者と七死人たちは消息不明。現在優秀国との連絡の復旧を急いでいます。もういいわ、下がりなさい。ケーゲン将軍、カイエン将軍、私たちの予想通り剣木の再生は終わりじゃなくて始まりだったようね。人滅軍団が先週に伸ばした手はすでに壊滅の種をまいた。今この瞬間から見えない未来に至るまで先週同盟はさらに恐ろしい試練に直面することになる。壊滅と豊穣の忌み物からなる二重の試練に奴らが望むならいくらでも付き合ってやろうじゃない。私は元帥の特使としてラフ運気軍を指揮して風霊の追跡を始めるわ。水面下に潜んでいたものがとうとうしびれを切らしたようだな。では私は先ほど言ったように淀みを取り除くとしよう。